ラッファーーリは人口12,924人のイタリア共和国シチリア州アグリジェント県のコムーネの一つである。プラタに川と猿祖川に囲まれた海抜425メートルの丘陵地に立地するアグリジェントから11キロメートルの場所にあり、面積は22.19平方キロメートル、人口密度は586.12人、平平方メートル、土質は 有効虫を含む白色のデータンドおよび褐色度、レゴゾルを特徴とする、一年を通して典型的な地中海性気候である。7、8月の平均気温は26摂氏28度、最高気温は30摂氏32度。戦死時代のラッファダーリに関する痕跡はほとんど失われているものの、新石器時代の初めには人間がこの地に居住していたとされる証拠が、 発見された、青銅器時代の住居士、洞窟、土器のかけらに加えて、さらに重要かつ貴重な発見が、石の彫像であり、これは、この場所に、芸術の探求に、時間や知識を費やすことのできる人物がいたことを示している。当時のラフファダーリは、都市というよりも、集団居住地であり、また同時に、農耕、牧畜も行われていたと考えられる。この地は、 十分に肥沃な土壌に恵まれ地形も多岐にわたり、断崖から、冷涼な渓谷、地下水脈の育む泉に至るまで、世紀に満ちていた。これら自然の豊かさは、現在も見られる。旧世紀の第一四半世紀には、アラブ人により新しい農耕文化が伝わり、柑橘類、バラ科植物、そしておそらく稲子豆の栽培法がもたらされた。不足しがちで貴重であった水源を確保するために、 貯水池や水路の建設、整備も行われ、またこれによりアーモンドやピスタチオを主な材料にした新たな成果技術も導入された。アラブ人の進出は土着の文化との混合を促進した。民族的にも発生学的多様性をもたらし、今日でも身体的特徴にその影響が見られる。ラッファダーリが成立したのはこの頃である。アラブ支配は 約200年続いた後のルーマン人にとって変わられた。ノルーマン人は独自の文化をもたらしたが、同時に地性的で節度があり、先行するアラブ文化を自ら吸収もした。教会権力は、特に対立のない限り政治権力とは協調しながら、組織を固め、住民の宗教意識の中に深く根付いていった。この時期ラフファダーリは、政治、農業、社会、経済地区としての特徴を有し、 中央権力の支配者にのみ従う、法権領主が多大な権勢を振るった。ラッファダーリは11世紀にモンタペルト家の支配する大報道となった。今日の市街は古代の村落が衰退した後に形成された。1507年、ピエトロ・モンタペルトがフェルディナンド王より入植権を得て都市部を拡大、城郭の改修と聖母教会の建設に着手した。百四十九年、 人々を飢餓に追いやっているとして、アグリジェントの住民がトライナ死教に対して起こした反乱に、ジュゼッペ・ニコロをモンタッペルトが介入。モンタッペルトの勇猛と忠誠に対し、スペインのフェリペ4世は、領主家に、孔の称号を与え、報道も広告に昇格した。ラッファダーリの最後の領主は、サルバトーレ・モンタッペルト・バルグ・アルネーラであった。土木建造物といえば、山道、泉、教会。 上郭くらいしかなかった各地方においても都市化が始まろうとしていた。18世紀末から19世紀初めにかけての政治的大変革によりヨーロッパ各国の様相は一変し、その影響はシチリアにも及んだ新興自由公国諸国に構造的変化が生じ、富の配分の多様化が進んだ封建制の崩壊である。ラフファダーリは 各地の永代古作権こそ旧封建領主らの手に残されていたものの、封建領土から徐々に中小地主による地方村落へと変貌していく。1848年革命の波はラッファダーリをも接見し、ラッファダーリはその成立期限や強固な封建的慣習を考えると驚くほど高い政治意識を持ってイタリア独立運動、さらに シチリア・ブルボン・アサを明白な詐称とみなすスペインからの分離運動に加わったラッファダーリにおいてもの地に住民投票によりイタリア王国加盟が決定されるしかし大土地所有制による広大な土地が土地所有者の生活も十分にまかなえない細切れの農地に分割されたため農業経済は好転せずまた中小報道は依然大地主の手にあり巧妙な作詞構造により オザク・ミノリらは、極貧状態に置かれ続けた。両世界大戦を挟む20年間、ラッファダーリは、停滞期にあったが、低層中産階級にとっては、小規模な辞書の管理運営や、職業選択の自由化により、生活状況が安定した。ファシズムは労働者階級に、新たな社会秩序の到来を期待させたが、第二次大戦により無残にも、 オザク・ミノリラは何一つ改善されない貧困という現実に引き戻された。そのため残る大所有地の放棄と土地の分割を求めるオザク・ミノリラの運動が活発化した。農地改革により大所有地の分割が実現し、小作の一人あたり4ヘクタールの土地が配分されたが、工作技術の転換で市場競争力のある農業生産には、 農業機械類の導入が必要となったことから、結局十分な支援とはならなかった。ラッファダーリの紋章は、モンタペルトクゲの家紋に由来する、クゲの家紋を改定したもので、第一の部分には、青の4本の横棒の間の銀の地に9個のバラを1個、2個、3個、2個、1個の順に配してある。第二の赤の部分では、右部から動き出そうとする銀の和紙が、 第3の部分は青地に5列の金の帯が描かれている。兜と飾りには銀の鎧を着て槍を持ち湧き起こる公園の中、山を白馬で駆け抜ける走行騎士がしつらえてある。名にはアドアストラと刻まれている。聖母教会として聖オリーバ協会がラッファダーリ中心部に位置する。モンタペルト城と並んでナチオナーレ通りを見下ろすことができる建物である。 教会では7月後半、ラッファダーリの守護聖人である、病人の回復なる聖母マリアを祝う祭りが行われる。教会の築造は15世紀後半に、モンタペルト家の命により始まり、完成には200年を要した。正面左入り口の装飾部には1831年と記されている。教会は南向きで高さ40メートル、幅26メートル。建物正面は、 ローマのコーキルネサンス様式に基づく。真上から見ると、ラテン十字型で、それぞれに、浴廊のついた三つの振動に分かれる。中央振動の丸天井と半円筒天井には、クレスコ画が描かれている。中には、紀元二世紀に、大理石で作られプロセルピナの略奪が彫刻された、ローマ石五1585年に、ニコーラ・ブッタフ王子が制作した。 病人と幼子イエスと共にある聖母、マリアの木像、モンタペルト家や他の人種らの墓があり、さらに数多くの貴重な文化財を鑑賞することができる。他の宗教建築には以下のものがある。ラフファダーリ各地区に合計およそ5つの礼拝堂がある。過去には礼拝者が多数詰めかけたが、現在はいずれも人が訪れず錆びれている。旧市内の1カ所のみ今も礼拝者がある。 ポルタ・アグリジェント通りとポルタ・パレルモ通りの計2箇所に、聖母・マリアと、幼子・キリストのための奨励拝所がある。像、記念碑などラッファダーリの広場や通りには、記念碑が4つある。全戦没者記念碑は1924年に上幕され、聖母教会の前にある。フランチェスコ・スポート記念碑は、ナツヨナーレ通り沿いにある。労働者、農民運動記念碑は、 高級殿にほど近いプログレッソ広場にある。同じプログレッソ広場にある、チェーザレ切磋記念碑は2007年に除幕された。2006年には、サルバトーレディベネデットを記念するレリーフが、ラッファダーリ市民劇場で除幕された。ラッファダーリには古い泉が3つある。1つは、プログレッソ広場にあって、最も歴史が浅く、単なる観光用のものである。2つ目は、ポルタパレルモ広場にあって、 約300年の歴史を持ち、つい最近まで動物の水やりに用いられていた。また、ラッファダーリとヨッポロジャンカーク氏を結ぶ道にも泉があり、こちらも動物の水やりに用いられている。イタリア全体の人口においても65歳以上の人口の伸びは過去30年間他の年齢層を圧倒しているが、ラッファダーリにおける人口構造の分析からも同じことが裏付けられる。 ラッファダーリーでは1961年から1991年まで65歳以上の人口が1126人から2035人へと大幅に増加し、1961年時点と比較して81%増となった。若年層ではこれとは逆の傾向が見られ、特に従前より減少の続く0歳から14歳までの年齢層では、 過去20年間に3487人から2793人に減少し、1961年時点と比較しても15%減となった。若年層の人口減少数は各年齢層中でも顕著である。ラッファダーリの住民の経済状況改善を顕著に示す指標の一つに教育水準がある。各種データや国勢調査を見ると、あらゆる段階において、 教育水準が向上していることが推定される。目立つのは、中等教育修了とそれに伴う、非識字率低下に関するデータである。中等教育修了者は1961年から1991年までの間に319名から3665名と11.49倍に増加し、非識字者数は2279名から825名へと64%、 減少した。非識字者は消滅に向かっており、全人口中では6%に過ぎない。高等教育についても優れた成果が上がっており、大学卒業者は52名から282名に、短大、専門学校等卒業者は319名から1746名に、増加した。サルバトーレ・ディベネデット記念市民図書館が、ナツヨナーレ通りにある、視聴者の一室にある、 八千冊を超える蔵書がある。中学校一校、小学校三校、幼稚園に四つがある。ラッファダーリの地域メディアは、以下の通り新聞、編集ラジオ、編集ラーディオポポラーレ80から90年代に、ラッファダーリにあった自由ラジオの一つ、一部左翼青年によって運営され、教養番組、政治番組が放送された。ローマ摂関古代の様式により、プロセルピナの 略奪が描かれたローマ時代の石棺、16世紀にラッファダーリのグロッティチェッテ地区で発見された。ここからはローマ時代の他の遺物も出土している。はじめモンタッペルト高級殿に収められたが、後聖母教会に寄贈され、現在も同教会で保管されている。ラッファダーリの郷土料理にはそら豆のスープがある。クリーミーなスープで乾燥そら豆に野菜、 通常は、スイスチャードを加え、オリーブオイルの実をかけて食べる。農村風の素朴な料理であるが、栄養価は高い。起源は古く、古代ローマ時代には知られていたようである。特に次の人物が知られている。旧市街は通り、横丁、庭先が複雑に入り組んでおり、石や漆喰でできた古民家が密集している。民家のほとんどは、独特の旧階段で外から2階の部屋に上がる。 特徴的な構造になっている。20世紀に入って以降の市の中心部は夏ヨナあれ通りで活発な都市機能を有する市庁舎、聖母協会、城、図書館、商店、銀行、各種交流所、事務所、政党支部などがある。三端なフ深ダーリの分村で人口は21人。アグリジェント圏の小むである。中心地の高度は海抜420メートル。 ラッファダーリの主要産業は農業で小麦、ブドウ、アーモンド、ピスタジオ、オリーブの生産が盛んなほか、牧牛、牧羊も行われている。1961年から2011年までの50年間の人口増に伴い就業人口も増加した。失業率はアグリジェント県の他地域とほぼ同じである。産業構造は他地域と比べ大きく変化し、 農業から第三次産業への推移が見られる。1971年から1991年にかけ、農業人口は1641名から636名へ、産業人口に占める比率では49%から19%へ減少した。一方、第三次産業の従事者は706名から2015名へと増加した。ISTAT のデータでは、 就業者の50%以上が商工業に従事している。しかしながら、この20年で製造業従事者は30%から20%へ減少を続けており、これは全般的な不景気に加え、地域レベルでの体系的な経済計画の欠如が原因と考えられる。農業もよく発達している。葡萄、オリーブ、アーモンド、果実類が主要産品であり、さらに搾油。 ワイン醸造、食品加工業が起業している。農産物の取引は非常に活発で、さらに特定作物の栽培が追い風となっており、これらは有力な輸出品ともなっている。郊外バスターミナルがナツヨナーレ通りにある。パレルモ、アグリジェント、トラーパニ、シャッカ、およびその周辺地区への直通便が運行されている。また、ラッファダーリからルーマニア駅長距離バスが出ている。 市内交通は、ジッタ、CAR が担っている。主張、シルビオ・マルチェット・クッファーロ・シルビオ・マルチェット・クーフォロ、視聴者住所、郵便番号92015アグリジェント県、ラッファダーリ、ナチオナーレ通り111、イット、シンデイシー・ディラファドリーも参照。ラッファダーリは、広域連合、農業地域第3号レギオネオグラリア・ N3、コムーネ連合フェード・ DD に参加している。 ラッファダーリの有力サッカークラブは、会 CD ラッファダーリで、エッチェレンザエクセレンザリーグに所属している。1990年にクラブを設立した、ブルーノ・ファービオが会長を務めている。会 CD ラッファダーリは、わずか数年で、第3カテゴリーテザカテガーから、エッチェレンザに昇格した。2010年には、ASD アトレーティコラッファダーリが設立された。 第2カテゴリーセコンドカテガーに所属している。2010年12月31日イタリア政府。中央統計局データ。http コロンスラッシュスラッシュ www.demo.istat.it スラッシュ bil2010 <モ>スラッシュクエリー .php。リンガーイコールイタリップイコール s5& レックイコール r19&、プロイコール p084&。 コムイコール 30&、サブミットイコールトボラハット、クラセファケイジネシスミカデイコムニーイタールヤニ。2009年4月18日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年11月16日閲覧。クライマシチリア。2009年11月7日閲覧。グアパルテ IN43 デル2008。2011年8月7日閲覧。ありがとうございます。